イーフマスカです。このマイクチェック OK ですか？こんばんは、イーフマスカです。イーフマスカの大人の青い青い時間、詳細不明。今日は4月30日、木曜日夜の、まあもう9時をになるところだと思います。今日は、ジョブをこなしてきましたので、通常8時開始なのが、このような時間になってしまいました。お詫び申し上げます。福岡市は中央区赤坂にございます。エノトンワークスアトリエの方から放送しております。イフマスカの大人の青い青い時間、詳細不明。小1時間ほど本当に詳細不明の放送をお送りします。何かしらこう
うん、みんなで頑張ろうというメッセージも確かに、重要です。みんなで乗り切らないといけないですけど、まあまあそれとはまたオルタネイティブな視点で意味合いとしては、明日のためにその1、まあ少年院にいる矢吹城に断平の丹下断平のおっちゃんがメモを送ったように、イフマサカ本人が少年院にいるイフマサカ本人に明日のためのメモを送るという意味合いが強い、このイフマサカの大人の青い青い時間、詳細不明です。まあいつもご拝聴いただいている方いらっしゃると思います。ありがとうございます。まあなんかこう今日は外で快活に仕事したので、鬱積しているものとかあんまりないんですけども、まあでも全体的に、そういう気持ちが、まあ、この空気中に漂っているので、お送りしたいと思います。イフマサカの大人の青い青い時間、詳細不明、4月30日 N トンワークスアトリエの方から配信中。 MC に私イフマサカ、エンジニアに N トンワークスの三好はじめ、2名でお送りしております。さて、なんか熊本市の市長のツイッターをが回ってきてこう見たんですけども、熊本市の方は4日連続で新規感染者っていうか、まあ調査をした分母の上においては、0人が4日間続いたということで、非常に喜ばしいニュースであります。福岡市の方はまあチェックはしておりませんが、まあ今日も天神を通り抜けて仕事に行ったんですけども、車でね、やっぱり通常より車の量は少ないし、人は、まあ、結構いるなとか思うんですけども、この通常の何にもなかった頃の木曜日に比べたら、あ、全然少ないんだろうなと思っております。まあいい傾向というか、ただまあ緊急事態宣言もがどうやら、いふまさか私はもう報道とかを見ないようにしていますので、まあ本当にネットニュースとかの、まあ、トピックだけを見てるんですけども、まあどうやら一月ほどこの緊急、もう何が一体緊急なんだろうという状態ですけど、まあ、それが緊急事態宣言がまあ1ヶ月延長になるということで、まあ、本当に正念場となってきました。もう日本国民としての自尊心とか、0.3%、まあ、iPhone でいうと1% のバッテリー量ぐらいしかもう自尊心はないので、取り立ててもマスク2枚が届かないとか、それが汚れてるとか、安倍はバカだとか、その何をやってるんだとかいう話はもう、もうする理由もありません。だから個人的に思ったことや経験したこと、見たもの、聞いたもの、匂いを嗅いだもの、触れたもの、そういうものをお送りしたいと思います。それとイフマサカの、音楽グループ建築写真の
一人のリハーサルをいつもお送りしているんですけども、それをまあお送りするということです。さてマスクが届いた、もうマスクの話してるんですけど、小笹に住んでおります。中国は昨日は休みでした。昭和の日、なんか、小笹の街をちょっと歩いてみました。パチンコ屋が2軒あるんですけども、どちらも閉まっております。臨時休店という、臨時休業という看板を立ててありました。ラーメン屋さんは細々とやっておりました。ただ2週間前よりも、まあどちらかというとテイクアウトのビラをバーッとガラス面に貼って、テイクアウトを主流に対応を切り替えたようで、まあお客さんもちらほらいるけどもテイクアウトをやっておりました。小笹の 名中華料理店小笹飯店はやっておりました。でも車も止まってなくて、お客さんも中見たらいない感じでした。すごくみんなが、お店の人もいろいろ背に腹は変えられない覚悟でやってるんだと思います。そのこれにまあ報道でうっすら見ますと、パチンコ屋が、大阪と東京でやってたりとか、まあそれに、テレビ取材が行ってどうしてきたんですかとか、まあアルバイトのパチンコ屋の店員さんに明日もやるんですかとか聞いたりしてるのを見ました。まあ正直パチンコ屋さんの人にもコロナウイルスをこの世間にばらまいてやろうとかいう悪意があるわけではないと思います。しかしもう悪意ないとはいえ、その行為に誹謗中傷、例えばどこかのライブハウスが、まあ、通常営業ができないので配信に切り替えて、まあ、配信、まあ、その該当するライブハウスが福岡市かどうかは分かりませんが、福岡市の方ではそういう配信をやっていくことに対して助成金というか手当が出るということで福岡市の方でも多くなっております。ただ行政の人たちはそれで、お金がどれぐらい回収できるかとか、そういうことは全く、まあ、顧みてないと思いますが、まあ、話を戻しますと、その配信しようとしたライブハウスに張り紙がして、今度配信やるために集まっていたら、警察に通報しますとかいう張り紙がしてあったというのを、まあ、テレビとかでも取り上げられていると思いますが、まあまあ、とにかく、これは個人的見解なんですけども、私から言わせてもらうと非常に視野の狭い連中が幅を利かせ始めたという、いわゆる自警団というか自粛警察というか、まあ、開業してるパチンコ屋さんとかもまあいろいろやりようをもうちょっと模索したらいいのなと思うんですけども、まあその自警団はもう本当にこの先どうやって生きていくんだろうとか僕は思います。でなんかな、
そういう人に限って愛とか言い出すんですよ。なんかもう言葉の額面通りの愛を語り出しますよ、そういう人は。でもまあパチンコ屋さんもパチンコをしないので、どれぐらいのこう一人お客単価があるのかとか、なんかわからない、かかるのかわからないんだけども、なんか僕の考えはパチンコ屋さんも客単価ちょっと上げたらいいのなと思って、最大の目的は人数を集めることじゃないんですよ。やっぱり、家賃とか経費とかそういう収入が全然ない中で、自分の会社というかお店というかそういうものを、何にもコロナがなくなった時に通常営業に戻せるために、まあ生き延びるためにやってるわけですよね。そしたらやっぱり有無を言わさず、リアルなことを言うとお金を集めないといけないですよ。だからやっぱ、500円で出してたビール1000円で出してもいいと思うし、なんか、パチンコ1回、まあ、5000円ぐらいみんなかけてくるのを2万円からとかにして、それでパチンコ打ちに来る人、やっぱり、本当にパチンコが好きな人ですよ。しかも勝つか負けるかとかどういう筋道か分からないですけども、少なくともお店に1人5000円だとしたら、1人2万円になったら4人分のお金を投じるわけで、なんかもうそういうことを発想していかないと、多分2月伸びるでしょ、2月、約2ヶ月この緊急事態宣言による自粛行為に、やっぱりどう考えても1人10万しか出ないんですよ。その10万円も多分夏の終わりぐらいでしょう。少なくとも俺と三好さんが手にするのは、夏の終わりぐらいですよ。だからもう何にも、もちろん何のために税金を納めてきたんだとかいう不甲斐ない気持ちもありますけども、もう、なんていうんですかね、全く頼ることができない人たちが、国を動かしているから、もうこれはもう人民同士で助け合わないといけないんですよ。映画館や劇場、ライブハウス、クラブ、まあ、スナックとか、風俗店とかもそうでしょう、飲み屋さん、ショットバーとか、いろんなところが自発的にクラウドファンディングをしていて、たくさん、微々たる金額ですけどもやりましたけど、本当に、それで俺の自尊心がキープされたとかでは全く意味がなくて、自分が投じた、少なくとも投じたところのお店の存続は守らないといけないと思ってて、まあなんか収拾つかないですけども、そういう
そういう国なんです日本は。だから誰も助けてくれません。偉い人は人民同士で助け合うんです。正直こういう感じで共産主義に、中国共産党やソビエト連邦とかの社会主義共産主義とは違いますけど、真の意味でなんか江戸時代ぐらいにあった共産主義に、共産的社会になんか舞い戻っていくのかなと思います。本当にだから、まあ、うまく言えないですけども、まあ、この放送でエノトンワークスにもお金が入ればいいんですけど、むしろ電気代を使わせてもらってるっていうもうマイナスしかないんですけども、まあでも何はともあれ、これを見てエノトンワークスをお使いの方が自分も何かしら配信をとか、うん、なんかね、思ってくれたらと思って、ミュウさんの今日は、先週は日曜日は途中で途切れたとかいろいろあったみたいですけども、今日はどうなんでしょうね。今日はですね、とある保育園に仕事に行ってきました。保育園に行くと俺はもう園児の絶大な支持を得ます。もう園児が寄ってきて腕にぶら下がったり本当にしてくるんですよ。でもやっぱりそこの保育園が抱えている園児の 5% ぐらいの子しかいなくて、みんなやっぱり自粛とか、ただまあどうしても両親が、お仕事行ったりで構えれないっていうことで、まあ、なんかやっぱり保育園も、うん、やっぱリスク、そこでね感染とか、まあ、俺とかが言ってるわけですから、やっぱ大人が持ち込むからね。それでもまあなんか保育園頑張って営業してました。まさに助け合いとはそういうことで、ああまあ、うん、うちでよかったら預かるよと、すべてお金ばっかりじゃない、ないわけです本当、支え合うっていうのは。だからまあなんか、うん、まあ子供たちをものすごく沸かして帰ってきましたよ。沸かして今日エノトンワークスに来ましたよ。だからちょっと疲れていますよ。昨日は大田さんのグランドに行きました昼間。そしたら中高生のグループが、何部かな、なんか男の子の集団と思って俺なんか iPhone のビデオとか回してたら、途中で女の子たちと気づいてやべえと思って、本当にあのいかにもおかしい感じの人がずっと iPhone でこっち見よ、取り寄らんやったみたいな感じに思われたかなと思うんですけど、それが女子だったんですよ、男の子たちと思ったら。多分運動部でしょう。なんかなんでビデオを回したくなったのかっていうと、花一門目とか缶蹴りとか、いわゆる超絶レトロ遊びをもうやってるんですよ。もう軽泥とかをしてました。なんかでももうなんていうのかな、こうその子たちとラグビーボールを持った中学生、そしてサッカーボールで5、6人ずつぐらいの
こうみんなで回して蹴ったりしているのをが3グループスケートボードのチームが5、6人が1つそしてバドミントンをしているこれは家庭家族連れだったんですけど3組ほどまあ全員で50人ぐらいいるでしょう相当広いグラウンドなんですけどまあなんか超素晴らしい光景でしたよ、俺はそこで iPhone のカメラを回していましたやめました撮っているのが 女子学生ということに気づき女子学生たち本当に男みたいでしたむちゃくちゃ筋肉ありました足にボールを缶蹴りの缶の代わりにボールを蹴ってるんですけど俺の方に転がってきたらどうしようかとドキドキしていました多分なんか俺の方に転がってきて俺が拾って投げ返した瞬間にみんななんか帰ってしまうんじゃないかとか思ってましたよむしろそうなったら面白い話話せるのになとか思いながら見てましたさて一月長いですよ会社とか学校もないからまあ助け合いですよいいじゃないですかパチンコ屋に行く人行かない自分がいるんだから行く人もいるんですよ俺は宇宙人を信じてるんですけども宇宙人じゃない自分がいるから宇宙人というやつがどこかにいると思うわけですよその自分だけで成立するわけないじゃないですかこの世界が自分たちと真逆の人がいるから戦争があるわけだしこんなクソ政治を見せつけられなきゃいけないんですよだからパチンコに行くやつは、まあ、好きにしたらええやんでいいじゃないですか。行かないでほしいと思いますよ。行かないでっていうか、なんか、耐えてほしいと思いますね。耐えるっていうことはいろいろ含んでて、単純に行かないっていうことではない。まあ、十分コンビニとかスーパーの方が多かったですよパチンコ屋よりもそのニュースに上ってるパチンコ屋は分かんないですけど次はどこがやり玉に挙げられるかなと思って考えてるんですけどまずはライブハウスだったんですよ次パチンコ屋だったんですよ次は俺はねどっかでこっそり雀荘とかがやったら雀荘がやり玉に挙げられるんですよねで結局ライブハウスとかパチンコ屋、雀荘あとは、誤解を恐れず言うけど前衛舞踏教室とかも絶対やりたに挙げられますヒップホップダンス教室はまあ人数減らして距離空けてやりなさいってなるけど前衛白塗り舞踏教室とかがあったらもう3人でもやり玉にあげられますよ結局そういう教育を戦後ずっとしてきたんですよ排除していくそのバカだなと思うんですよ俺はライブハウスとかに行くんですけどもライブハウスを人生のライブハウスやパチンコやジャンソー前衛白塗り舞踏教室これにやるやつは人生の落語者たちっていうレッテルを社会が貼り付けてるんですけど
まあ、その味を知らないのはお花畑の幸せだなと思いますね。なんかあのマジで例えばネット何回も言いますけど、ネットフリックスが映画の全てって思ってる子供とかいっぱいいると思います。あんなの映画の面白くないやつから集められてるわけですよ。面白い本当に面白いやつとかやっぱそうそう簡単に身売りされないし簡単に手に入らないんですよ。それと一緒でまあそういうパチンコ屋に行くやつをバカにしたりライブハウスをこき下ろしたり前衛汁乗り武闘集団を怖いとかいうようなやつはマクドナルドのテイクアウトを買ってネットフリックスを見てディズニーランドが開いたらディズニーランドに行きたいね、結婚式やるんだったらゼクシーに買ってこないといけないねとか、まあ、そういう実はチョイスしているようで何にもチョイスしていない人生を歩めばいいさと思います。どこにいるかは知らないですけど、なんかゼクシーのコマーシャルが嫌いなんですよ。男がなんか手料理作ってえらい部屋を片付けてなんか準備してると女がなんか何なのって言っていや結婚してほしいんだとか言って女がまあ、ちょっとうろ覚えですけどサプライズ下手すぎみたいなことを言うんですよ。なんだよそのサプライズって、もう帰れですよ俺だったら。その男が部屋片付けて手料理作って清掃してなんかかしこまってどぎまぎしてたらサプライズっていうその安さは何なんだと思いますよ。なんか玉金手術で取ってきましたぐらいのがサプライズだよこれから結婚するのに。本当にもうそういう悪口ばっかりになってね、おもろいことは子供が元気ですよ本当、うん、俺もいつかまた小沢さんの公園に行ってですね、連休中女子運動部がボール遊びしてるのを転がってきて拾って蹴り返す時のリアクションを見たいですよ。それで俺の査定が決まるわけですよ。ありがとうございますとか、もう最高の合格点は一緒にやりませんかとかね。それはもうほぼほぼ宝くじが当たる確率のぐらいのラッキーマンです。でももう女の子たちが俺がボールを取ってちょっとこうカッコつけてスポーティーに蹴り返してポンポンポンと女の子たちに帰って女の子たちがこう集まってなんかひそひそマジトーンの話をした15秒後に階段降りて帰ってたらもう人間として不合格だったってことですよ。みんなもぜひ試してください。公園行ってボールが転がってきたりするのをずっと待って転がってきた時に受験です。じゃあやろうかな。なんかもっと楽しいことやってるんですけど、まあまあ皆さんアップじゃないですか。もうこういうアップにして逆効果ですよ。見ないっすよこんなもうコメントとかないでしょ。来ないっすもん。見れないの？あ、そうなんだ。ありがとうございます。8人の人が iPhone とかタブレットをつけたままお風呂に入っています。
まあ、連休ですね、本当。何のためにこれをやってるか分かんないですけど、そういう時やっぱり明日の情とか読んどいてよかったなと思うんですよ。明日のためになんですよ。明日のためにその1、両肘を両脇になんか締め、内側にえぐり込むように、うつべしうつべしうつべしって明日の情とでやってるんですよ。でコンビニでやってたディアゴスティーニみたいな DVD も全部買いましたよ。だから見たところ本当にあれを思い出して、目的は分かんないです。明日のためになんですよ。これがこの音楽行為が明日の日本で評価されたりお座敷に呼ばれたりするかどうかは分かんないですけども、まあ、とにかく明日のためにということです。三好さん、なんか面白いこととかないですか？三好さん、ここに来るまでは何をやってるんですか？家でなんかパターソン見たんですか？ジム・ジャームッシュのパターソン、まだこれ終わったら見る。俺2017年一番面白かった映画パターソンですよ。北の映画館リベルテで見ました。あそこ すごい最高の映画館の一つで、原さんという支配人の人がコーヒーとかを注文したら入れてくれるんですけど、やっぱり経費を極力抑えたいのでもぎりもやってコーヒーも入れて映写機も回すんですよ。まあ、映写機か DVD かデジタルか分かんないけど、で例えば6時15分から映画が始まるのにギリギリに入ってきてコーヒーをオーダーするお客さんとかいるから、もぎりをやってコーヒーを入れて客席のお客さんに届けて、そして映写機に映写室に行くので6時15分から始まるのが6時35分とかに なってるんですよ。でその普通これキャナルシティとか大型シネコンで15分とか遅れたらもうそのさっき言ってたバカたちが何じゃとか、その金返せとか、なんで遅いのかって言うんですけども、それがポエムなんですよ。やっぱ俺15分待ちましたよ、他の人のコーヒーが入るのを。でも自分もコーヒー頼んでたし、映画館の中にコーヒーのいい香りが漂いながら、しかもジム・ジャームッシュのパターソンという本当にそのコーヒー入れたから送れるリズムそのものの映画を見るっていうのが最高の、体験でした、うん、それがやっぱダイ・ハード2見るわけじゃないわけですから、そういう意味でパターソン、お楽しみください。三好さん今日帰って。ちなみに2018年はアンダー・ザ・シルバー・レイクっていうのとア・ゴースト・ストーリーっていうのが一番のお気に入りです。どっちも静かな映画です。もう、うん、いずれの作品もネットフリックスにありません。やっていこうかね。あれ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 。
Why are you? 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 Why are
あれ